こんばんは。こんばんは。あ、どうぞ。あ、入って。お邪魔します。でもさ、考えてみたら二人っきりで過ごす夜って初めてだよね。なんか妙に緊張するというか。どうぞ。ありがとう。来たで、泥棒ホイホイ大成功や。来た。今なんか落としたよね。した、すごくした。もしかしたら泥棒が入ってきたのかも。花はここで待ってて、見てくるから。頑張って逮捕してきてね。ちょっと、なんでここにいるの？花？お前こそ何やってるんだ？私は別に。決まってるわよね。彼の家でアバンチュールよね。違うから。なるほどな、お前もいい歳だ。好きなだけやれ。てか、なんでその格好でここにいるの？いや、俺たちが狙っていたトルンダワ王国の秘宝かな。ヌスト連中に横取りされたんだよ。そう、その横取りしたヌスットを追いかけてたらなぜかここに来ちゃったってわけ。まさかこんな形でご挨拶に伺うことになるとはな。ほんとよね、おめかしできずに残念だわ。ねえ、早く出てってよ。見つかったらどうすんの？ここに行ったんじゃねえのかよ。お宝はこの家のどこかにある。探すわ。お願いだから早く出てって。花、見つかったらどうすんのよ。たかだか公務員に見つかるわけないだろ。たかだか公務員じゃないんだってば。え、花、今誰かと喋ってた？ううん、一人ごと。大丈夫だった？いや、なんか下で声が聞こえたから。花、どうしたの？怖いの。え？一人にしないで。大丈夫だよ、確認したらすぐ戻ってきて。いや、行かないで。私だけを見てて。花、分かったよ、俺は花だけを見てる。見ないでよ、お願いだから出てって。来てたのね、母さん。いい度胸ね。私たちをやって人様の家で姫ごとしようだなんて。いえ、違うんです。黙りなさい。なんて汚らわしいの、この泥棒猫。泥棒猫で何？俺は好きだぜ、子猫ちゃん。やだ、あなたったら。母さん、花に向かってなんてこと言うんだよ。いいの、カズ君。よくないよ、いくら母さんだって許さない。花に向かって泥棒猫だなんて。だいたいなんだよこのヘンテコなネックレス。ヘンテコって。おい、あれ。いいじゃない、たまには私だって。なんであの秘宝が？私の秘宝ちゃんが。あなた落ち着け、あの秘宝は俺たちのものだ。
停電？俺ちょっとブレーカー見てくれ。違う。何する気なの？襲うつもり？お願い、やめて。やめてって。今なんか落としなかった？下は2階からじゃない？俺2階見てくる。母さんは花をよろしく。気をつけなさいよ。殺されちゃったらかわいそうよね。世話の焼けるやつだ。行くか。さあ、おねんねの時間よ。待て。やるじゃないか。私が見てくるわ。あなたはここで待ってなさい。おい、なんでお前がそれ持ってんだ。よこせ。いやよ。よこせって言ってんだよ。話しなさい。やめて。残党が残ってる。いよ。アナ。はよそれき。女に手出すんじゃないよ。何なんだよてめえ。あんたみたいな卑劣な男にはむしろの冷えたおまんまがお似合いさ。ブラ、なんだいこれは。
足が動かない。ここであったが運の月、あんたが犯した罪悔い改めな。